するしない。どうも、ひなたいこです。今回はあの T シャツをついに完成させようということで、私デザインを極めていきたいと思うんですけど、これで描いてくの？ちょっとやってみたいと思います。描けんのこれで？いやー、ねえ、ちょっと血走るんだけど。血走る、ちょっと血走るよ、これ血走ってるよ。もう血でしょ。これは嫌だよ。こんなのじゃ可愛い絵描けないよ。ひなたのサイン事件じゃん。嫌です、これは描けない。やだ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 、ノー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 、このアプリ嫌だ。もうやりません、こんなんじゃ私はできません。じゃじゃーん、 iPad。 これ愛子にくれるんですか？やったー、開けよう。開けよう、開けよう。うわ、ずっと欲しかったんだよね。iPad、 愛子の iPad ミニ、すごいもう古すぎて全然データ入らなかったから。これ何？タッチペン。おー、かっこいい、ピンクやん、イエーイ。使おう、どうやってやるのか分かんないけど。これは何？充電器だ。あ、充電器欲しかったんだよね。ペン、かっこいい。あ、おー、もうできるの？ではこのお絵描きアプリで描いていきたいと思います。いや、この透明感はどこからやってきたんでしょうかね。この透明感を私は拒否したいんですけど、この透明感は、透明感はどこから？あー、なるほどね。あ、わかったなり。やります、やります。ちょっとお待たせお待たせ。じゃあ20ぐらいにして 20px みたいにしといて、これでいきましょう。はい、では描いていきます。ひなあいたこで、もうね、デザインは決まってるんですよ。ちょっと手なりでいきます。手なりで、麻雀も一緒な手なりですけど、いきます。幼稚園でいいアイテムがあった、私の気分になりますね。可愛く描きたいですね。あ、ちょっと待って、じゃん。こういうのを私はやりたかったんですよ。これあれでしょ、見てる人何の違いかよくわからないよねって感じでしょ。あー、なんかちょっとバカっぽいな。もっと賢い感じがいいよね。楽しい。ひなじゃなく、ひよこじゃなくて、これひななのかな。よくわかんない。足を描いて、あ、いいんじゃない、ちょっとなんかいいかも。もうちょっとなんか明るい黄色にしてみよう。こっちの子はふむふむで、くちばしはやっぱりオレンジ。あ、いいんじゃない。じゃあ2個目、次はハートを描きます。え、ちょっとなんかこんなハートってうまく描けないの？女子って、あ、これでいいや、これでいいもん。ハート何色？ピンクがいいんですけど、淡いピンクの方が可愛いかな。ここら辺にします。で、これで色付け、いいんじゃない。よし、じゃあ最後、じゃあ3つ目描きます。よいしょ、よいしょ、4、5、え、待って、今何本？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66
五六七。なんかバランス悪い。悪くなっちゃった。でもちょっとこれ愛くるしい、続けよう。ちょっと無駄に愛着が。かわいいかも。え、いいんじゃない、このゆるさが。はい、これでちょっとさ、中濃くしたいよね。あー、でもな、この色なきゃちょっと血色悪いな。かわいい色じゃない。あ、こっちの色の方がかわいいかも。いいんじゃない。あ、音量です。あ、見て、この先に赤じゃない。これ大変だ、大変だ。ここ赤じゃない、赤にしないと。なにこれ、思ってたと違う。ペンで、ペンでいこう、ペンで。ほら、頭良くない。渡す、ちゃんとほら塗れましたよ。ほら、できました。3つ目。あ、音量です、これ恥ずかしい。はい、これでできた3つ目。絵だけじゃちょっと寂しいので、せっかくだから番組 の、 あのタイトルをちょっとダサ かわいいみたいなイメージで描いていこうと思います。やっぱ黒かな、黒で描くか。SURU、 ちょっと待って、 S が可愛くない。するしない、するし、するし、するしない。するしない。お、笑ってんじゃねえよ。え、するしない、するしない、するしない。かけた。あ、これ英語2だったんだよね。苦手そうっすね。うん、2だよ、2。5段階の2。今の私の、生まれ育った時代は、ゆとり世代と言われてる時代で、1をつけちゃいけなかったさ、あれ、暗黙の了解、先生たち。ありましたね。あったでしょ？ありましたね。で、道徳の時間とか、総合的な時間っていう、謎の時間で、ドラッグダメとか、そう、あと何、いじめダメ絶対とか、そういうの教わって生きてた時代だから、その時代に、2よ。でもね、そのままじゃいけないと思って、生きていく上で苦手なものをずっと苦手と言い続けたらいけないなと思って、ちっちゃいながらに、当時中2、3ぐらいの私は。だから選択授業って自分の好きな教科選んでいいんだけど、それでわざわざその一番大嫌いで苦手な英語を選んだんですよ。そうで、その時の英語の先生がね、スミコって言うんだけど、苗字忘れたんだけどね。スミコ、スミコって言うんだ、みんなで。スミコみたいな。多分ね、60いくつぐらいの先生。スミコ。そう。で、スミコ先生は、英語を教えてる60ぐらいの女性だったんだけど、ネイティブな英語出せないのね。わかる？もう。どう聞いてもカタカナに聞こえる英語の圧倒して先生なんだけど、その先生の英語の授業をわざわざ選択して、ちょっとさすがに中学校の英語で 2,30 点はやべえなと思ってアップさせようとしたのよ。偉くないですか、このここまでの過程聞くと。で、ひなたさん英語苦手なのにわざわざ選択授業英語取ってくれたのねみたいな、すみこ、あいこにで、そうだよみたいな、頑張るよみたいな。で、毎日ちゃん単語とかも書いてすごい頑張って、ひなたさんすごい成長してるみたいな、先生嬉しい
って、すみこが愛子にそうでしょって、あ、顔面消えてきちゃった書くね、はい、それで、するしないそれで、すごいさ、すみこに褒められてちょっと調子に乗りながら、もう愛子頑張ってるみたいなことちょっとうぬぼれてたので、テストの点数が30になってて、その後おー、全然わかんない全然わかんない全然わかんねえなみたいな。でもしかもなんか ABC とかの選択問題が当たってる感じね。丸×とか書くやつほとんど当たんないの。リスニングとかほぼゼロなのよ。で、それでうわ、でもちょっと 2、3点は上がってるし、もう頑張ったっちゃ頑張ったのかもしれないし、習った単語出なかったのね。すみこと思うじゃん出るとか教えるよ。そう、出ねえじゃんこれとか思ったの。だけどすごい頑張ったから、先生もえ、でも私は日向さんの頑張りをすごい評価してるみたいなこと言ってくれて、めっちゃいい先生じゃんとかので先生もなんかテストの点がどうこうじゃなくて、なんか頑張りが大事だからみたいなことすっごい励まされて、あ、なんていい先生なんだって言って、最後もらった通知書が2だったの英語おいと思って、でも5歳後くらいこれ3でもよくねみたいなあんなに褒めてくれたじゃん、なんで最後まで通知表に反映はしてくれなかったのっていうのを、なんか中3で味わってから、もう人のことは信じなくなりましたね。はい、